ラシオタ駅にある映画撮影記念プレート現代のラシオタ駅、ラシオタ駅への列車の到着は、1895年にフランスで制作された白黒サイレント短編ドキュメンタリーフィルムであり、ルミエール兄弟が監督、制作に当たった。ルミエールによるカタログ番号は653である。1895年12月28日にフランスのパリで上映された、 ルミエール兄弟の最初の有料公開映画であるとする俗説があるが、当日に上映された10本の映画の中にこのタイトルは記載されていない。最初に有料公開上映されたのは1896年1月である。なお、駅への列車の到着というタイトルが記載されているリストもあるが、これはリヨンに近いビルシュルソーヌの駅で撮影されたフィルムを指す場合もある。 有料公開に先立って1895年7月11日に雑誌社主催の試写会がまた9月22日にはラシュータでも試写会が行われているこの50秒間のサイレントフィルムは蒸気機関車に引かれた列車がフランスの海沿いにある町ラシオタの駅に到着した様子を表している初期のリミエール作品の特徴である日常生活の一側面を切り取ったような 編集されていない一続きの情景が含まれている。意図的なカメラの動きは認められず、一続きのリアルタイムな場面からなるフィルムである。この50秒間の映像は、フランスのブーシュイコールデュローヌ県ラシオタで撮影された。撮影には、映写機としても制作装置としても、利用可能なオールインワンのシネマトグラフと呼ばれるカメラが使われた。すべての初期リミエール作品と同じく、この映像も、 画面アスペクト比1.331の 35mm フィルムで制作された。このフィルムは映画の世界でよく知られている都市伝説に関連している。このフィルムが最初に上映された時、観客たちは自分らに向かって近づいてくる実物大の列車の動きに圧倒され、叫び声を上げながら部屋の後方へ走り出したと言われている。ヘルムートカラゼクがドイツの週刊誌。 デアシュピーゲルに書いたところによると、このフィルムには、特に長続きのスルーインパクト、すなわち、不安や恐怖を呼び起こし、正気を失わせるものがあるという。しかしながら、この事件の正確さに疑問を呈するものもある。例えば映画学者であり、歴史学者でもあるマーティン・ロイベルディンガーは、そのエッセイにおいて、ルミエールの列車の到着は、映画創世紀の続説としている。 どちらが正しいにせよ、このフィルムが動画による極めて写実的な幻想に慣れていない、人々を驚愕させたことは確かである。ルミエール兄弟は到着列車のすぐ近くのプラットホーム上にカメラを置くことによる効果が劇的であることを明確に意識していた。このフィルムのもう一つの意義深い点は、フィルムの舞台背景を確立させるために遠距離撮影が使われ、中距離撮影や、 クローズアップへと続いていることである。カメラはフィルム前編を通じて静止しており、被写体の動きのみによって、これら様々な撮影手法の効果が実現されている。列車は離れた地点から到来し、観客に向かって突き進み、最後にスクリーンの端に交差する。この一連の表現手法は、後のモンタージュ手法の先駆けになるものとも言われる。フィルムの歴史ではあまり語られないが、 ルミエール兄弟は、この最初に公開された動画に、先立って三次元画像の実現を試みていた。ルイ・ルミエールは、ステレオカメラを用いて、列車の到着を撮影し直し、他の三次元映像シリーズと共に1935年のフランス科学アカデミー会議において上映した。映画の初期あるいは前期における解釈に、相反する評価が付き物だったとすれば、初期の映画歴史家たちが、 これらの異なる列車の到着の上映に対する観客の反応を混同したと考えるのは妥当である。観客の過激な反応は列車がスクリーンから。しかしながら3次元フィルムが従来の2次元フィルムのように商業的成功を収めていない事実からすれば、そのような些細なことで説得力のある俗説が発生することは考えにくい。フィルムの制作年代を考慮すれば、 この短編フィルムはインターネットから自由にダウンロードできるものである。ランドマークス・オブ・アーリーフィルムボリューム1をはじめとする多くのフィルムコレクションにも収蔵されている。ありがとうございます。